風向計は現在バックストレッチ側を向いていますが、少し斜め二幕方向に角度がついています。緩やかな風ではありますが、ホームストレッチ側追い風気味のコンディションとなってきました。シリーズ2日目終盤戦の攻防です。第10競争が始まりました。予選第10レースは1号艇が新海渡る、2号艇は宮野原幸喜、3号艇は川原博明、4号艇高橋龍也、5号艇大豆宇田葵、6号艇入見慶、以上6名の対戦、スタートまでは50秒を切りました。枠なりの体勢です。各選手です。1号艇新海、2号艇宮野原、内枠両選手118機コンビ、この1、2の組み合わせ、人気一番人気の組み合わせで 2.3 倍と人気を集めています。2連単では 1,3 の組み合わせも 4.1、 1号艇新海が人気の中心、2コースに構えます2号艇の宮野原、センター3コースは3号艇の川原です。ダッシュスタート角1が4号艇の高橋、5コース5号艇大豆宇田、6コースが6号艇の入見で枠なりです。外枠両選手に昨日初日勝利がありました。大豆宇田は第1競争オープニングレース2マークの差し技、イルミは6レース枠手の勝利でした。枠なりスタイルは3対3、予選第10レーススタートです。第10競争スタートが切られました。まずは1コーススタートの1号艇の新海と5コーススタートの5号艇大豆宇田コーススタートになっていました。第1弾は2コースでは1号艇新海が回る、2号艇宮野原の差し、中をついた3号艇の川原、この3艇のうちから5号艇の入り、大豆宇田も差し上がってきまして、バックスレッジの中間点です。先頭1号艇の新海、そして3号艇川原の順、アウトコースが5号艇大豆宇田、6号艇の入り、内をつく2マーク、2番手争い攻防ですが、3号艇の川原が押し回って2番手、少し出たところでもたついたかどうか、2番手で直線コースへ入ってきてリードは一定し、外から内、5号艇大豆宇田切り返していって、このうちは2号艇の宮野が接戦となっています。スタートは正常でした。1号艇新海が先頭、3艇の2番手争い、内から2号艇の宮野が先前、外は3号艇の川原が回る、5号艇大豆宇田は少し左にはまったか、アウトコースで6号艇の入見です。そして4号艇の高橋となっています。2周バックストレッチの中間点、大きなリードになりまして1号艇の新海が独走、その後ろは3号艇の川原、あとは5艇審査、5号艇の大豆宇田、内を通って3番手、2号艇宮野原が外から勢いよくがある、ホームストレッチ3番手は2号艇宮野原か、直線コースから残り1周、最終周回は1番、3番、2番の順で入ります。うち5号艇大豆宇田が4番手、2号艇宮野原とは3艇審査、最終周回第1弾マーク、内から接近、5号艇大豆宇田、2号艇の宮野原はここでも外を回りまして3番手キープ、バックストレッチで出ました。逆に3号艇前を走る川原との差を詰めて2号艇の宮野原が見せ場を作るか、バックスレッジ鑑定を通過、差は3艇審となっています。134.1、12ですと 2.3、 3連帯13には 9.9、 123.6.4、 2番手3番手差が1艇審と詰まってきた、外から2号艇の宮野原が呆然と追い上げています。3号艇川原がなんとかしのいで2番手をキープ、1号艇新海1着、3号艇川原、2号艇宮野原の順でゴール、4着が6号艇イルミ、5着は5号艇大豆宇田、4番の高橋ゴールにしました。第10競争でした。1マーク、だいぶ流れていったんで、うん、ギリギリでしたね。はい、そうですか。こう一瞬ね、3号艇が入ってくるかなとも思ったんですが、ただ途中から振り切れはしましたね。そうですね、回った後の中間速というか、うん、その辺が良さそうなエンジンなんで、うん、エンジン助けられました。はい、たまりに関してはどうですか。まあ、すごく食いつきはいいんですけど、うん、ちょっと一周1マークだけちょっと、うん、合ってなかったかなと思うんで、うん、まあもうほんの微調整でいけます。うん、それは回転がちょっと合ってなかったのかなという、まあほんの少しですね。はい、まあ、でも今シリーズ新プロペラーからのスタートですけれども、もうここまではもう悪くない手応えで来れている。そうですね、うん、すごくエンジン自体がいいと思うので、はい、はい、いい調整ができてます。で、明日以降に向けてももう微調整でいくかなということですね。そうですね、今のところ微調整でいこうかなと思ってます。はい、では現状ご自身気に入っているところはどのあたりになりそうですか。いや、もう全体的にちょっと力強さがあって良さそうな感じがします。わかりました。では明日以降の戦いも期待してますので、はい、最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、明日以降も精一杯頑張ります。それではカメラサインもお願いいたします。はい、さあ今年のウエスタンヤングをね、6コースからね、見事な勝利で勝ち上がったという OK になるんですが、ヤングダービー自体は3回目ということになりますね。はい、新海選手でした。ありがとうございました。ウィナーインタビューご覧いただきました。10レース競争成績です。1着1番新海渡る、2着3番川原博明、3着2番宮野